菜の花や月は東に日は西に、つまりだ、辺り一面黄色い菜の花畑の両側に真っ赤な夕日と月が、そして多分空の色は青紫になっている。非常に絵画的な情景を弁当持ってくれよ。この17文字の中に伝え込んでいるというわけだ。おい、そこうるさいぞ。それから別の鑑賞の仕方もある。つまりこの俳句は地球と月と太陽をいっぺんに読み込んだということで、日本人の宇宙観を表しているという解釈もある。といったところで今日の授業はおしまい。やったー。土曜日の総理当番がそれぞれの受け持ちをきちんとやって帰ること。いいね。ピリッで、よし。神谷、はい、この鍵、理科教室の当番に渡しちゃってくれ。理科実験室に鍵がついてる。どうもこの春の間に誰かが勝手に入って実験室の薬品をいたずらした様子があるんだな。はい、わかりました。少年追いやすく学なりがたし、一寸の行員かろんずべからず、未だ覚めず人を瞬走の夢、改善の御用すでに修正。誰だおしゃべりは、吉山、ここへ来てこの文章に返り点をつけてみろ。はい。どうした、ダメじゃないか。まあ今日は多めに見ておくから、ちゃんと復習をしておくように。はい。神谷、はい、あとやってみろ。はい。おはようございます。あ、もう元気になった。はい。福島先生、そのネクタイ、え、何？いえ、素敵ですねって言いたかったんです。昨日。昨日？なんだ変な子だな。失礼します。いや、昨日だってこれ君に昨夜プレゼントされたばかりで、今日初めて締めたんだよな。福島先生、それと同じネクタイをお持ちだったんですか？いえ、同じものをお持ちなら初めからそう言ってくださればよ。いや、すいませんね。あなた今日リリみんな元気か？今週の目標は自覚と責任のある行動を身につけること、すなわち新しい気持ちで。少年追いやすく学なりがたし、昨日やった問題だ。一寸の行員かろ、あなた先生が出す問題知ってたの？今だ冷めず地頭瞬間を夢、私ゆべ復習したばかりよ。改善の御用すでに修正。初めてよ。ないないわ。誰だおしゃべりは。吉山、ここへ来てこの文章に返り点をつけてみろ。はい。嫌に簡単に解いたな。まあいい、よくできた。はい。学は学問、行員は時間。堀川みたいにあまりにも大胆に出ていると永遠に学はならない。